こんにちは、レコの田中萌子です。では今からカラーを塗っていくんですけど、コーミングによる摩擦も避けたいのでウェット状態でこれから塗っていこうと思います。で、今回のデザインなんですけど、フェイスフレーミング風な感じのフロントデザインに、ローライトをプラスしてやっていくんですけど、ローライトは暗い線なのでこれが染め終わった後に塗っていきます。なので初めはそのバックの部分のカラーとフロントのカラーを塗り分けてやっていこうと思います。で、今回その前髪にもちょっとデザインを入れたいので、前髪はバックと同じ色の部分をこの部分に、前髪の三角のところの下の部分ですね、ここにバックと同じ色を入れていきます。で、バックとこの前髪部分が同じ色で、よいしょ、ここの、イヤー2よりもちょっと少なめですね、若干斜めにスライス取ってるんですけど、こうすることで顔にかかる部分に色がしっかり出るようになブロッキングのやり方にしてます。この部分を別の色で塗っていこうと思います。ではやっていきます。前髪の部分の下の部分は違うお薬を塗るので施術がしやすいようにホイルでこの部分は分け取って塗っていきます。ちゃんとこの境目の部分も丁寧に塗っていきます。で、後ろと同じ薬でやるので時間差をあまり作りたくないのでちょっとスピーディーに。こんな感じで前髪のインナーの部分は終わりです。で、このままフロントのこっちの部分を塗っていきますね。お薬はピラミンゴのオレンジとクリアと PYR を使ってます。薬剤の比率でいうと、ちょっと待ってて、オレンジが、1のとクリアが1の PYR が1っていう感じの1対1対1の 1.5%、 できるだけちょっとダメージは少なくしたいので1.5% でやってます。根元も毛先も同じ薬でいきます。今回は根元も毛先もきれいにつながってブリーチができたから同じ薬でいくんですけど、もし根元の方がしっかり抜けて毛先の残留が強いみたいな状態だったりする場合は根元にちょっとブラウンを少し混ぜてブラウンでコントロールしてあげるとムラもなく根元から毛先均一にカラーができるのでおすすめです。割合で言うと自分はブラウン系 N だったりブラウンだったりなんですけど、それを 10%根元に入れて毛先には入れないみたいな感じでやることが多いです。それで塗り終わったのでラップをしてバッグに
写っていきます。こんな感じでもう可愛く発色してます。では引き続きこっちのバッグを塗っていきます。今こちら側は別の薬で塗ったんですけど、後ろはこのフロントと同じお薬で塗っていきます。初めにこの縁の部分になるところを先に整えて塗っていきます。で、根元も毛先も同じように抜けたので、今回もフロントと同じ薬で根元と毛先同じ薬でやっていきます。で、ブリーチの時にもちょっと言ったんですけど、ワンタッチ目の塗布量は結構多めです。チェックでちょびっと足すような感じで、一発目にしっかりめに薬をのせていきます。こんな感じでしっかり根元の元埋めるような感じで、頭蓋骨に塗るような感じで塗っていってます。で、横で塗り終わったら縦チェックをしていきます。で、ワントフ目の時はちょっとスライス分厚めでやってるんですけど、チェックの時はその半分ぐらいの、まあ、1センチぐらいのスライスでチェックしてください。バックの方のお薬なんですけど、 N の10 と、クリアとライラックの10を、1:2:10% で今回やらせていただいてます。今回色自体はホワイトベージュみたいな感じにしたいんですけど、ナチュラルは結構ベースのムラとかもなじませてくれる効果もあるので、こう今回のモデルさんのように複雑な履歴の方とかに使うと結構ムラがなくなった感じの綺麗な状態になってくれます。で、ファイバーブレックスさんの、まあ、カラー剤は結構発色がいいので、クリアでちょっと薄めてあげた方がブロンドとか、まあ、明るめのペール系のカラーをするときは使いやすいかなって思います。で、今モデルさんの髪の毛の状態的にもワンブリーチなので少し黄ばみが残っているので、それを消すためにライラックの10、まあ、ちょっと青みラベンダーみたいな感じなんですけど、それを混ぜることで黄ばみを抑えた感じのカラーになるようにしていきます。では根元が塗り終わったので、同じ薬で毛先を伸ばしていきます。で、毛先なんですけど、毛先を塗るときはブリーチのときは下から塗ったと思うんですけど、毛先オンカラーのときは表面から塗っていきます。理由としてはトップの表面の部分を先に塗ることで、まあ、時間差をなくして入りの色の濃さのムラを防ぐためです。なので最初にトップの方を塗ってからどんどん毛先塗り進めていきます。コーミング回数はできるだけ少ない方が髪の毛のダメージもかかりにくいんですけど、中間の方はやっぱりしっかり揉み込まないと色のムラにもなりやすいし、中に色が入らないこともあるので、一
1回目のコーミングでしっかりコーミングしてあげて中に揉み込んでいきます。わりかしスライスは分厚めです。分厚めなんだけど1塗布目の塗布量を多くしてしっかり中に揉み込んでる感じになります。チェックで薄いスライスで塗っていきます。これで1塗布目が塗り終わったのでこのまま縦チェックで毛先をチェックしていきます。でここのパネルを塗って塗り終わりになります。でこの後お時間を置いて流してでローライトのデザインをまた入れていきます。と15分置いた状態です。1回チェックします。ちょっと見えるように失礼しますこんな感じに色がしっかり入ってるので流していこうかなと思います。では今カラーが終わった状態です。こんな感じで後ろがホワイトベージュっぽい感じになってて前側がオレンジにしっかりなってます。前髪の中の方は後ろと同じようにホワイトベージュになってます。で今回はここにフェイスフレーミングをしっかりドンとやってそこに後ろの方にローライトをちょっと入れていこうかなと思ってるのでそちらを今から入らせていただきます。でローライトなんですけど、まあ、中にはあんまり入れるつもりは今日はなくて表面にこう見えるデザインとして入れていくので大体鉢植えから塗っていきます。この辺からで、でなんかこう細いハイライトとかローライトではなく今回はしっかりデザインを入れたいのでちょっと太めのチップでやっていきます。スライスは1センチないぐらいのスライスでチップ自体は間開けながら同じぐらいの間隔開けた、まあ、1センチちょいぐらいの太さで塗っていきます。ちょっとぼかしながらやってください。薬はナチュラルの4レベルにナチュラルの鉢を 20% 混ぜてます。 1.5% でやってます。ちょっとしっかりコントラストはつけたいので結構暗めの色でやってます。でこれローライト入れたら次のスライスはちょっと捨ててその次に入れていきます。でさっきはここからスタートしたんですけど次はちょっとずらしたいので、まあ、少しちょっとさっきとはスタートを違くするように塗っていきます。こんな感じでの間にカバーリングを入れる意味としては太めのハイライトなのでその間のカバーリングがないと結構ボテッとした感じでいろいろ重なってこう線が映らなくなってしまうので間にこうちょっと捨てるカバーリングを入れてます。トップはしっかり見えたいので今回はカバーリングはなしでいきます。こんな感じで結構最近は細めのハイライトとか、まあ、外国人風のカラーの
が好きな方たちは多いと思うんですけど、個人的にちょっと太いデザインのハイライトとかローライトが好きなので、今回はそういう感じでやっていこうかなって思ってます。はい、で逆サイドいきます。時短でデザインをしたいので3個ですね。そんなにいっぱいは入れてないです。こっちも鉢植えらへんからやっていきます。手の部分を使います。で先ほどと同様にずらしていきたいので、ここの始まる部分はちょっと手前のスライスを覚えておくといいと思います。表面やるときはちゃんと落ちる位置を計算してやっていってください。でローライトなので始まりの入りを塗りたい部分から塗っちゃうとバツッとしたラインが強くなっちゃうので、塗り始めたい手前にコーミングをしてぼかしでその入れたい部分にやるようにするといいと思います。後ろにも入れていきます。表面は一緒にやっていくので逆側、逆サイド塗っていきますね。
向バックは4方向の部分のこの2つはもう最後トップの方はまとめてやっていきます。毛の流れに合わせて欲しい部分に入るようにやってて、こうやって手のひらに一回置いてみると放射線に分かれるので毛の流れが分かると思います。そうやってから取った方が欲しい位置に作れます。それでちゃんと落ちるかなっていうのを確認してからください。フロントにデザインを強めにしたいのでバックの方はあんま線は主張するつもりは今回ないので、バックだけカバーリング少しだけ残してます。これをカバーリングとして残します。こんな感じでやってます。放置時間はちょっと色の入りを見ながらなんですけど10分ぐらいで流そうかなと思ってます。そこまで色の残留をさせたくはないのでそんなに時間は置かないで今回は流していこうと思います。で前髪にも少しだけ薄くローライトを入れようと思うんですけど、まあ、ローライトっていうよりかはちょっとスライシングで横な感じで塗っていきます。こうオレンジなので結構主張が強いからその上にこう黒いというか濃いブラウンが塗ってくるとおしゃれに見えるのでそれをちょっと計算した感じで入れていきます。はい、これでローライトが全部入れ終わったので放置をしていきます。10分経った状態です。色をチェックしていきます。こんな感じでしっかり暗いカラーが入っているので流していきます。はい、こんな感じになりました。オレンジのフェイスフレーミングに後ろはホワイトブロンドになっていてそこにローライトがこんな感じで綺麗に入ってます。ちょっと太めにしてるんですけどカバーリングも入れながらやってるのでなんかドーンって感じにはならずにこう動いた時にいろんな動きがなるように入れてます。で最後に入れたこの前髪に入れたスライシングもポイントでなんかこうオレンジ単品だとこう強くなりすぎるのがここにブラウン暗めがいることでなんかこう派手すぎない攻めてるんだけど馴染みがいいデザインカラーになるようにしました。今からスタイリングをしていこうと思います。でスタイリングをする前になんですけど初めに私はちょっとオイルをつけます。なんかそうすることで毛束一つ一つの動きが出やすくなってくれるのでちょっと重めのオイルなんですけどそれを髪の毛全体になじませていきます。で本来つけたい
あのオイルの量よりは少なめにして、最後またオイルつけるので、なんか塗りたい量の半分を今つけて、その後半分つける感じでやっていきます。毛先中心にしっかり揉み込んであげて、で揉み込んだら顔周りのこの揉み上げ付近、こめかみ付近をちょっと高い位置からしっかり目につけていきます。根元にはつけないです。それが終わったら残ったのを前髪につけていくっていう感じで、これでちょっとアイロンを通していきます。今日なんですけど、あんまり今回はカーリーな雰囲気、カールガール雰囲気ではなく、ストレートタッチでちょっとニュアンスで動きを出そうかなと思っているので、ストレートアイロンで軽くアイロンを通していきます。で温度なんですけど、ブリーチのカラーは温度でも色落ちがしやすかったりもするので、まあ、私は高くて140度の温度でやっていきます。結構180度とかだと、あの挟んだ場所から金髪になったりとかもしやすいので、できるだけ低温でやっていきます。ちょびっとだけ外に沿う感じにしてます。で顔周りはここに空間を作りたいので、若干内巻きにしてから外羽みたいな大きい緩いカーブでちょっとつけてます。でもベースはストレートです。今回はローライトを太めに入れてるので、それを活かしてしっかりこの太いローライトが見えるようにしたいので、ちょっとストレートでやっていきます。こんな感じでちょびっと反ってるかなぐらい、逆サイドもやっていきます。結構普段のサロンワークでも、このアイロンは140度ぐらいでやってくださいっていうのは、あのお客さん全員に伝えてて、やっぱそういう美容師は知ってて当たり前なこともお客様側からしたらこう無知なところあったりもすると思うので、そういうアドバイスとかを伝えてあげると、まあ、すごいリピートしてもらえたりとか、まあ、日々家でのケアがブリーチのカラーは大事になってくると思うので、そこを一緒にこう作っていけるんじゃないのかなって思います。後ろも同じ感じで、後ろはあの内巻きとかにはしないで、そのまま軽く外跳ね、外反りぐらいな感じでやっていきます。なんかちょっと前までは外跳ねって言ったらもうしっかりクリーンっていうのがトレンドだったと思うんですけど、最近はあんま巻かないスタイルとかの方がなんか個人的には流行ってるので、こう跳ねるっていうよりかは反るぐらいな感じにしてるのもポイントです。でアイロン通したら顔周り、ここに少し姫カットほどパツッとはしてないけど、ちょっとこういう顔周りの毛を作ってあるので、その部分を顔にかかるようにしたいので、こう内巻きするんじゃなくて、お顔に向かって持っていって、そっちに向かうようにアイロンを通します。そうするとこう顔にこのレイヤーがこう入るような感じでなってくれるので、可愛いので、ちょっとこうやる感じでやってみてください。逆サイドもいきます。こっちに持ってきて、こういう感じで顔にかかるように、後でここを崩した時に
こうモデルの顔にかかったり、ちょっとこっちは動かしたりっていう風にしたいので、顔にかかるようにアイロンを通していきます。で、前髪なんですけど、今回オンマユにカットさせてもらったので、それをちょっと可愛く見せたいから、ちょっとこうちゃんと2段階ぐらいに分けてアイロンを通していきます。こうちょっとしたこういう動きを出しやすいように、毛先の方だけちょっと丸めて巻きます。やっぱ3段階にしましょう。分けて塗った方がその毛先の段差が重なってくれるので、重ならなくなってくれるのか、なのでこうバラバラな動きが出てきやすいので、ちょっと細かく分けて毛先を曲げていきます。こんな感じで、そしたら、まあ、基本ストレートタッチでやるんですけど、若干のニュアンスをつけたいので、本当にちょびっとだけつまんで、こういう、なんでしょう、こう撮影の時にこう可愛いニュアンスを作るために、中間だけちょっとうねらせます。こういう風に、そうするとこう作った時に動きが出やすくなるので、ちょっとだけ表面の方をつまんで、ちょっとこう曲げるみたいな。今まではこういう感じで内巻きやって外跳ねやってたのを、ちょっと斜めにずらすようにしてあげると、こう動きが出やすくなるので、そういう感じでアイロンを入れていきます。でもベースはストレートの感じでやってます。入れてる感じ的にはこう取って巻きたい方の逆に力を入れてるような感じです。挟んでこっちに持っていくような、毛先まではやりきらなくていいです。中間に動きつけたいだけなの で顔周りの方は外巻きよりも、リバースよりもフォワードの方が、内巻きの方がこう顔に動きがかかってくれて可愛いので、ちょっとフォワード寄りの癖をつけます。根元の元ちょっとふんわり動き出したいので、ここだけ取って逆方向に行くように、ちょっとこういう感じですね、少しだけ後付けをしておきます。ちょっと今ボサボサに見えちゃってるかもしれないんですけど、こうやって初めに欲しい部分に後をつけておくと、スタイリングの時いろんな動きが出やすくなってくれて可愛いので、こうやって後をつけておきます。前髪のこの部分もちょっとだけグッとつけます。これでちょっとスタイリングをしていきますね。じゃあちょっとワックスとオイルを少し混ぜてやっていきます。普段の営業とかだったら、やっぱり当日に頭洗うのはあんまりしないでほしいので、色持ち的にも、なのでワックスとか基本つけないんですけど、ちょっとスタイリングで写真を可愛く撮ったりとかするためにも、ちょっとオイルとワックスを混ぜた感じのやつを最後しっかり揉み込んでいきましょう。で、揉み込むときはさっきと同じで、毛先にしっかりつけて、この辺はにぎにぎして、こう、なんでしょう、動きを出し、勝手に出る動きを一回つけます。
で顔周りの方をしっかり動かした感じでスタイリング今回したいので、顔周りは結構しっかりめに、目元にはつけずにつけてます。で前髪もちょっと空気を入れたいので上に下ろす、上げるような感じでやってください。でこうやってこう空気を入れるとなんかこうボサってなった中にも、あ、ここにこれがあると可愛いとかが分かるので、そこを活かしつつ周りを崩してちょっとずつ動きを足していきます。なんかこう指の腹でチネチネする感じです。でここに入れたカット、顔周りのカットを活かしたいので、ちょっとここをちょっとずつ崩してってあげると、この顔にかかる部分の束感が出て可愛いです。でトップ潰れちゃうとあんま可愛くないなって思うので、トップはちょっとふんわりめに作ってあげてください。なんかこうここに丸があったら、その次この部分の空間とかが気になるので、こういう風な内側をちょっと引っ張ってあげたりすると、この隙間が埋まってくれて、なんかこうニュアンスができるかなって。なので、あ、この強いやつがあったら次ちょっと上に少し崩した動きをつけてみようかなとか、そうやってこうちょっとずつ足していくと可愛いと思います。で前髪全部今内巻きにしたんですけど、少し動きやってもいいかなって思っちゃったので、この辺だけ少し外羽とか出しますね。逆側もいきます。この辺とかちょっと跳ねててもいいかなって。なんか表面ばっかやるよりも中からこうピュッて持ってきて、こう V 字に取って中を取るみたいな感じで足したい部分をこうアイロン通してあげると、なんか馴染みやすいです。そうすると今回入れた3段階の前髪の色の部分、ベージュ、オレンジ、ブラウンがこういい感じに散らばって見えてくれるかなって思います。後ろはあんまボリューム出さないでタイトにしたいので、指をこうなんだろう、しっかりゴシゴシゴシってやって押さえる感じにしてます。どうでしょうかこんな感じでストレートなんだけど、こう写真を撮ったりとかした時に可愛く写るようにニュアンスを加えたスタイリングをさせていただきました。今回前髪もちょっとくしゃってなるように、ずらしながら巻いたりとか、最後に外羽をちょっと入れてみたりとかしたのもポイントです。ぜひやってみてください。はいでは早速仕上がりを見ていただきましょう。